大分市販学校は、第二次世界大戦中の1943年に、大分県に設置された市販学校である。本校は、大分県市販学校、大分県女子市販学校などの前身諸校を含めて、記述する。市販学校伝練習初級、大分県市販学校大分県人城市販学校大分県市販学校大分県城子。 市販学校大分市販学校前身の大分県市販学校から引き継いだ大分市田の原の校地を使用したが、第二次世界大戦末期の1945年7月、空襲で校舎の大半を消失した。戦後は市内上野の第十二海軍航空省少年公宿舎跡を仮校舎として授業を再開した。全校を挙げての復興運動で得た寄付金により、 1948年4月に、大分市田の源氏の中の旧陸軍施設アートに移転した。田の原校地は、更新の申請を置いた大学学芸学部に引き継がれ、同学部が1966年に教育学部と、改唱後、1968年4月に、現在の丹野原キャンパスに移転するまで使用された。春日浦校舎の跡地には1947年に、 大分県立かすが裏の球場が建設されたが、1980年に開場した新大分球場に役目を譲り、解体された。跡地はフレスポかすがとなっている。王子新町の旧校地には、現在も大分大学教育学部の付属校が存在する。前身の大分県女子師範学校から引き継いだ大分市長浜町の校地を使用したが、 1945年5月7月の空襲で校舎の大半を消失した。旧長浜校舎の跡地は私立長浜小学校となっている。大分県市近代編1480ページによる。大分大学50年市は大分小校が1873年に船井学校と改称され、1874年に市販学校伝習所が新たに設置されたとする。 以下、1883年までの詳細は、大分県教育百年史、第1巻通社編304ページから326ページによる。以下、1926年までの詳細は、大分県教育百年史、第1巻通社編848ページから866ページによる。大分県教育百年史、第2巻通社編245ページ。 大分県教育百年史、第2貫通詞編635ページから637ページ。大分県教育百年史、第3貫資料編452ページ。大分県教育百年史、第2貫通詞編245ページ。漢方大百184号、明治20年6月11日。漢方大百693号、 明治22年2月23日、漢方第4865号、昭和18年4月2日、ありがとうございます。